楽にして。我が家のように思っていいから。いいのか？ええ、ここに招待したのはあなたたちと友人になりたいからよ。かしこまらなくていいわ。ん？これが伝説のあの壁か？あら、知ってるのね。講談師が言ってたんだ。その壁の紙はみんな欲しいってさ。その壁にはリーウェの秘密があるからよ。商売人は秘密を知りたがるもの。でも旅人、リーウェ商業の秘密はあなたにとって意味ないものよね。あなたは特別。あなたも理解してるでしょ。できれば信頼してほしいの。もし私と国政のうち信頼できる相手を選ぶなら。国政を選ぶわよね。それくらい分かってるわ。気の強すぎる彼女が七星になっても私のフォローは必要だと思ってたけど。仙人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければリーウェの未来はどうなると、私の心にあった迷いは消えたわ。確かに帝君の逝去は七星にとって有益ね。でもリーウェのためには七星三奪のデマに縛られてはいけないわ。ええ、さっきからあなたは私の意図が分かってるのね。情報を封鎖し亡骸を隠したのは形勢を安定させるため。モンドのようなことは避けたいの。ファリュイは帝君の死を理由に外交の一線を越えようと数多くの暗躍をしているわ。私もリーウェの天中園として本気で抵抗しないと。操船儀式を許可したのも七星がリーウェを全面管理するための時間稼ぎ。もう、七星が儀式を許可したのはオイラたちを利用して目的を果たすためだったのか。そうだ、目的を果たすといえば、言ってもいいか？構わないわ。手土産をあげたらお返しがもらえるって聞いたけど、どうかな？いいわ。素直な人は好きよ。あなたたちにはたくさん迷惑をかけたもの。そのお詫びとして、ここから好きなものを一つ選んでいいわ。やったー！待ってたぞ！オイラが欲しいのは、あの壁にある紙切れだ！そんな目で見るなよ！あの壁の紙切れは、たとえ爪の大きさでも、すごい金になるんだぞ！それが丸々1ページだったら、想像できないほどの大金だ。選ぼう。一番大きいやつだ。ん？選ぶまでもないな。一番大きいページは一番目立つ場所にある。よし、これだ。ふむふむ、何が書いてあるんだ？丸をつけられてる場所ってまさかお宝？それかお金になるチャンス？どれどれ？金器、滅却、何なんだ？お宝じゃないみたいだな。ファリュイが金器滅却の札を秘密裏に研究してるって書いてあるぞ。もう、ファリュイは裏で悪いことをいろいろしてるってさっき行幸も言ってたよな。でも
近畿滅却の札の研究も悪いことなのか？そういえばお前も近畿滅却の札を持ってたな。調べてみるか？え、そうなのか？じゃあやめた方がいい？ふむ、つまり行幸への不信感が募るほど彼女の言ったことを調べる必要があるってことだな。ちょっと理解できないな。行幸は優しい人だと思うぞ。でも今はお前の言う通りにしよう。勝利と合流する前にこの資料に書いてある場所に行ってファギュイに探りを入れてみるか。お話しできることはありません。
無駄な努力をやめたら、その命いただいたわ。料理の時間。シャキャンの時間。札と白紙の紙がたくさんあるぞ。何に使うんだろうな。この模様、どこ、そうだ、講師がくれた近畿滅却の札も同じ模様だったぞ。ふむ、仙人に関するものを講師が持ってるのも確かに怪しい。ああ、近畿滅却の札は目印として使うために作ったわけじゃないって竜腕釈風神君が言ってたよな。確か魔人戦争中に戦力を発揮するために作られたって。ファデュイが近畿滅却の札を書き写してるのは本物の効果を再現しようとしてるからか。戦争中に戦力を発揮する、うー、危なそうだな。複雑だな。とにかく講師を警戒しないと。さて、そろそろ勝利と待ち合わせの時間だぞ。ここを出ないと。操船儀式準備の旅の終点、確か敵歌集だったよな。早く行こうぜ。時間通りだな。俺も今着いたところだ。軍玉閣はどうだった？すごーく広かったぞ。そして豪華。たくさんお金かけてるな。確かに、その点においてはリーウェイ1かもしれないな。行幸にもあったんだろ？どうだった？お金持ちで気前が良くて親切な人。こいつはオイラと違って素直に話す幽変の方が信頼できるって思ってるんだ。おや、国政に会ったのか。何か言われたか。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければリーユエの未来はどうなるって言われた。不敬だな。
確かに同じ七星であっても、何でも話す国政より行幸の方が典型的な商人だ。親切ではあるが、裏がどうなっているかはわからない。ああ、彼女は実力で七星の座を手に入れたんだ。ただものじゃないぞ。軍玉閣はまさにその志の表れであり、彼女にとって2番目に大事なものだと聞いた。何があっても彼女は軍玉閣を捨てないだろう。軍玉閣が2番目？じゃあ1番は？モラサ。そうだ、ファデュイに関する話もしたぞ。帝君が殺害された後、ファデュイはリーユエで悪いことをたくさんしてるって。ファデュイはいつもそうだからな。想定のうちだ。ファデュイの目的は知らないが、彼らと接触するときはくれぐれも気をつけてくれ。そういえば敵歌集にも操船儀式に必要な品があるのか。ああ、今日は野生のルリユリを探すぞ。ルリユリ？なんでここで？玉境内にたくさんあるぞ。警察層にもあるって聞いたけど。そうだ、ピンバーヤに会った時彼女は花を見てた。彼女に聞いてみるか。いや、あれは人工栽培のもので使えないんだ。ルリユリはかつて敵歌集に大量にあってな、人々の歌声を聞く花なんだ。敵歌集は昔陸地だった。魔人戦争で山が崩れ陸が水没し、そのせいでルリユリはほとんど絶滅してしまった。今城内には人工栽培のものが残っている。だがそれでも野生のルリユリが完全に消失したわけではない。野生のルリユリの香りは濃く、粉にして衛生香の香炉に入れることが操船の伝統だ。しかし花を手に入れるにはお前の力が必要になる。ああ、お前の歌声が花の香りをより一段上げる。で、お前歌は得意か？ふーん、本当かな。やってみればわかるさ。ルリユリじゃないぞ。
瑠璃百合は殴ったりしない。これはトリックフラワーという魔物だ。ん？この花弁面白い。トリックフラワーは瑠璃百合と長い間一緒に埋まっていたせいで今や最高の薬剤となっている。花弁をしまっておこう。本当か？じゃあこの花弁は操船儀式に使えるか？残念だが、できないな。そんな。瑠璃百合をお探しですか？あ、お前、名前が思い出せない。こんにちは、旅人。名前を覚えてくれたんですね。ところで、軍玉閣はどうでしたか？カオが生き方を教えてくれなかったせいで苦労したんだぞ。え？私、教えていませんでしたか？道は他の人に聞いたんだ。忘れてた。お、カオ、なんか顔色が悪いぞ。それに最初に会った時とオーラも違う。あの時の厳しさがないというか。あの時は天柱園の使者で今は花見をしてるだけですから。花見？なんで城内じゃなくここでするんだ？玉境内は帝君逝去の場所。あそこで花見をするのは寂しいものですから。ここ数日玉境内で仕事するときは景色を見ないように窓を閉めてました。あ、ごめん、この話はやめとこう。まだ気持ちの整理ができてないんです。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。しかしそのうちの5人はすでに去っています。ええ、帝君の魂が皇帝へと帰り、俗世にいる最初の七神はモンドのバルバトス様だけとなりました。他の5人、稲妻のライデン将軍を含め、2000年前とは違います。今の俗世の七七世、最も若いスメールの宗神は500歳です。元王帝君は6000年以上も生きてきました。3700年の歴史を持つリーユエは、建立当初から帝君がいたゆえに、神とのお別れを知らないのです。ではそのお別れについてどう思う？急に聞かれても。人として帝君のいないリーユエは今でも想像できません。仙人としていずれ受け入れなければならない事実だと思います。帝君の逝去は仙人とリーユへの契約の終わりを意味しますから。ん？今仙人って言ったか？私は人類とキリンの根血、半分は仙人です。魔人戦争の時も帝君やリーユへのために戦いました。戦争が終わった後、私は帝君と契約を結び、歴代七世の秘書として今日まで働いてきました。他の話をしましょう。そうだ、瑠璃百合ですよね。野生の瑠璃百合の場所を知ってます。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。ではいただくぞ。え、カオも歌ったのか？伝統はちゃんと把握してます。歌ったのはリーユへの民謡でしたから、ご安心を。おはー、
さすがカオ、ありがとう。こちらこそ、まさか帝君の操船儀式の力になれるなんて、この出会いに感謝です。そろそろ戻ります。うまくいくといいですね。これで操船儀式に必要な準備は大体終わったぞ。花の剣は他のものより比較的簡単だから最後に取っておいたんだ。うん、勝利がリーユエで商売したらきっと起業の難しさも楽しいだろうな。そういう暮らしは過去にあったぞ。起業、開拓、何でも最初は難しいが、その分思いは込められる。しかし軌道に乗り時間が経つと、その感情は摩耗する。摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出てくる。でないと取り返しのつかないことになる。経験者は語るってやつだな。さて、用事は終わったし、そろそろリーユエ校に戻ろう。五条堂の勝利先生か。戦艦軍が我々を監視してる。今は非常時だ。先生も軽率な行動を控えた方がいい。非常時？ああ、絶雲の間の仙人が動いた。何かするつもりだ。避難しに来たのか。おそらく七星のうち数名が迎えに行った。まあ迎えというか、仙人たちを止めるというか。双方とも強気に出てるから膠着状態なんだ。こうなるのも必然か。仙人たちが重要視するのは元神との契約だけだ。彼らが強引に攻めるならきっと止められないだろう。だがリーユエ七星が動かないわけがない。彼らが強気に出たせいで、人間と仙人の間にある矛盾点が一触即発の状態を作り出したんだよ。それでどうしてファデュイが非難の的に？全部あの行幸のせいだ。嵐が来ようとする時こそファデュイの動向を徹底的に把握しろってさ。チッ、今さら俺らの行動を制限するって。七星も大したことないな。とにかく勝利先生は孔子様の協力者だ。弱みを握られないように行動してほしい。どうやらリーユエ校の様々な矛盾が限界に達したみたいだな。それは特殊な中立的立場から仲裁したいのか、それともお前個人の武力で何かを変えたいという意味か。どちらにせよ簡単ではないだろうが。あ、そうだ、勝利先生、王城堂も巻き込まれて今戦艦軍と対峙してると聞いたよ。まずい。私は王城堂に戻らせてもらう。風同士がうまく対応しているといいんだが、トラブルはごめんだ。旅人、一触即発の爆発を止めるより、神官はどこにあるか
お前も考えてみるといい。ふぅ、ファデュイと仲良しになるとメリットもトラブルもつきものだな。それで勝利が言った新刊ってなんだろうな。なるほど、確かにこういうトラブルを楽しみにしてるやつといえばあいつしか思いつかないもんな。きっとみんなが忙しい時を狙って悪いことしてるぞ。でもどこに行けば会えると思う？こういうどこもかしこも混乱に陥っている時、彼はどこに行くんだ？